野島 T リーグ3年目ラブオール。前回丹羽選手と戦った時とは違う展開で、本当に0対2になりそうなところから逆転できたので、まあ、そこはよく粘れたかなと思います。1回目の初球がロビングボールのエッジだったので、そこから焦ってボンミスが続いて、まあこの流れ今日は厳しいかなっていう、まあ半分ちょっと諦める状態というか、まあ吹っ切れて、ある意味吹っ切れて、もうまあ取れる点を取っていこうって気持ちでやってったので、それがまあ無理せずに追い上げることができたのかなと思います。やっぱりビクトリーはやっぱりどの選手もやっぱり嫌だっていうのがまあ一番最初に出てくると思うんですけど、まあ、自分もファーストシーズンセカンドシーズン嫌だなっていうのがあったんですけど、まあ、今年はもう水谷さんがダブルス出る以上自分が出る以外ないので、やっぱりそうやって決めて、特に技術どうこうというよりかは覚悟を決めてもう1ゲーム出し切るんだって気持ちでやるだけだと思います。これを負けると3位に落ちる可能性もありますし、まあ、チームとしてはまだリーグ1位も自分は諦めてないので、残り立川での4連戦すべて 3-1-4-0 で勝てば可能性はまだあるので、それをまあ3位になるかもしれないというかは1位を目指して戦うことを意識しています。やっぱり全日本みたいにとても緊張感のかからない試合ではやっぱりある程度勝つことはできているので、まあ、あとは内容を求めたり、全日本みたいな大きな試合で緊張した時でもそういう自分の 50%、60% の位置を上げれるような戦いをしていきたいなと思っています。まずはやっぱりファイナル決めたいので、次の18日の試合勝って、ここからまた1位を目指していけたらいいなと思います。算打赢的话应该很轻松的赢，没想到打到3-2，但是不管怎么样还算赢了。まあそうですね。今日ダブルス勝った時点で、まあ今日簡単に勝てるかなと思ったんですけど、まあなかなか難しくて、最後のビクトリーマッチまで持ち込まれて、まあ結果的には勝ったので良かったです。因为我要为这个决赛准备，我要选一队最好的双打决赛手。そうですね。プレーオフのためにそのベストのまあダブルスを作りたいなと思って、変えました今日は。不是开了就是。大家都试试。もう全員も試してやってみて、一番いいダブルスを出したいので、それで今日大島を使いました。算打总的来说，虽然洛克赢回来了，还是算不错的。そうですね。まあ最初負けて逆転勝ちしたので、まあ全体的には良かったですね。さあまず第一マッチのダブルス。上田庭組対水谷大島組の対戦でした。高島さん、このゲームどのように振り返りますか。はい、そうですね。水谷やっぱりこう出足から集中してよく動いてですね、うん、はい、水谷の良さが光りましたよね。そうですね、はい、4選手良さは出てたんですけども、その中でも水谷のこのしかも集中力ですよね。そうなんですね、はい、特に後半の水谷のプレーっていうのがですね、本当にこうミスが少ないプレーができますからね、はい、それでちょっと勝ち切ったという感じですね、はい、第1マッチゲームカウント2対1で水谷大島組木下マイスター東京が取りました。さあ続きまして第2マッチ、ここからシングルス田添響対及川瑞希の対戦。これ序盤及川ペースだったんですけれども、田添がよく自分の気持ち振り立つ勝ちましたね。これね、そうですね、うん、やっぱりこうポテンシャル高いですね、はい、やっぱり結構底力持ってますよね、そうですね、田添は、うん、はい、それで両ハンド の, 威力のある球っていうのは魅力ですからね、はい、はい、もう少しこう気持ちの上で積極的に先に攻めるんだということをもっともっと卓球に生かしていくと、うん、前陣のプレーも覚えるようになってきますからね、はい、はい、もっともっと強気な卓球を目指した方がいいと思いますね、はい、さあそして第3マッチは丹羽と張本。第2ゲーム途中までは気がつかない丹羽ペースになっていたというゲームだったんですけど、第2ゲームまでもう丹羽は素晴らしいプレーでしたね、はい、ところがタイムアウトの後でした。張本がペースを掴んで、その後の張本の凄さですね。そうですね、うん、もう待ったなしでしたですね、はい、本当に早かったですね、うん、この今インタビューでもありました、1球とにかく諦めないというのはやっぱりペースを作るという意味でも大事なことになってくるんですよ ね, そうですね、しかもそういう気持ちでやると集中力がどんどん高まってきますからね、あ、まあ、プレー自身がもう無心で自分のプレーができるようになりますからね。はい、そして第4マッチ、森薗正孝対水谷。
森薗の集中力とそれから水谷の取った愛知マッチとはちょっと全く雰囲気が変わってしまったというのと、そうですね、水谷のプレー、水谷らしさが出なかったって言いますかね、はい、どっかなんか体調がおかしくなったのかなという雰囲気ですかね、体に力がなかったですね、森薗ただ集中力はすごくそのままストレート勝ち3対0、そして森薗がそのままビクトリーに行きまして、張本智和との対戦でしたが、張本1マッチ挟みましたが勢いは止まりませんでしたね。そうですね、もう本当に、先手先手で森薗の卓球をさせませんでしたね。そうですね、はい、いや今日の張本あのバックのものすごいスピードもありましたし、森薗もいろいろとやろうとしたんですけども、もう本当にこの張本ペースでビクトリーはゲームカウント11対5マッチカウント1ゲームカウント1-0という形になりまして、マッチカウント3対2で木下マイスター東京が勝ちました。